皆さんこんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。本日は合格必勝放送局その2をお送りしたいと思います。メルマガの文章をできればプリントアウトしてですね、それを見ながらこちらの動画をご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前回第1回放送につきましてはですね、多くの読者の皆さんからのご意見ご感想をいただきまして、ありがとうございました。この場を借りまして、御礼申し上げます。今後のまたこの映像の画質の向上のためにですね、また率直なご感想をお願いしたいと思います。また今回は内容につきましても、皆様の、率直なまたご感想をいただけたら大変ありがたいと思っております。で、前回いただきました、ご感想の一部ちょっとご紹介いたします。全体的に画面が少し暗いのではないかと、ということで今回実は照明を2つほど用意してまして、実は私は結構眩しいんですけども、とても静かに穏やかで気持ちいいですが、後ろのカーテンからの光に負けたのではないですか、ということで後ろ、光がもう入らないように、しました。しかしラジコンヘリコプター最高、また今日頑張ってみたいと思います。シャツのストライプの模様はチラチラするので無地の方が良いと思います、ということで今日は無地のワイシャツにいたしました。はい、私はスマホしか持ってなく、どちらかというとボードの字がちょっと小さいかなということで、フリップも今回は少し文字を大きめに、させていただきました。ヘリコプター墜落させるなと、大変の申し訳ございません。あとで頑張ります。それでは今日のテーマはそちらに書いてございますけども、通訳ガイドの資格、制度、その地位につきましてですね、歴史的、な、経緯、それから現状、それから課題と、こんな少し内容が多いと思いますけども、できる限り簡潔にお話しできたらと思っております。で、まずこのお話進める前にですね、この通訳案内士をめぐる、それぞれ の基本的な立場ということで、人も組織もその立場によりましてですね、考え方も変わってきますし、行動も変わってきます。もうこれは当たり前の話なんですけども、その結果とんでもないような事態になるということもあるということだと思います。はい、この辺から話を起こしていきたいというふうに思います。で、この通訳案内士の業界の一つの 大きなプレイヤーといいますかですね、まず JTB さんですね。JTB さんは1912年に前身が、鉄道省というんですか、昔できまして100年の歴史があります。はい、もともとは公の機関でしたんですけど、途中から株式会社、日本交通公社というですね、財団法人が今でも 20% か 30% 株式を持っております。あと大きな株式は JR の、東海なども持っておりますけども、そういう、あとは売上高1兆円を超えると。ただ最近は赤字が続いております。10年の3月期で約 JTB グループで145億円の赤字になっております。大変これは日本旅行も近畿ツーリストもみんな今赤字で、大手の旅行会社さん大変なんですけど、人気はとても高いという
本当に1番2番の人気もあるですね、会社なんですけども、財政的にはかなり厳しいという状況がございます。と、通訳ガイドにじゃあ対して JTB さんは今どういう立場にあるのかと、今というよりはずっとそうなんですけども、ともかく1円でも安く使いたいということがその根本に、JTB さんもちろん今株式会社で経営をしているわけですから、しかもかなりの赤字であると。で、いろんなお店をですね、統廃合などもしてですね、経営努力はそれなりにやっているようですけども、なかなかうまくいかない。で、近年、後で詳しくお話ししますけども、東南アジアからの旅行者がこう増えてきてるわけですけども、指をくわえているという状態でですね、そういうことも重なりまして、通訳ガイドに対しての圧力を強めているという、そういう企業です。ここでは大手旅行会社の代表ということでですね、しばしばJTB さんの名前が出てくるかと思いますけども、よろしくお願いいたします。はい、で次に、国交省ですね、以前、運輸省と言いましたけども、こちらですね、海外からですね、日本への外人旅行客の受け入れ、それについてはもう JTB さんがほぼ戦前独占的にやっておりまして、しかも、霞が関と強いパイプといいますか、そういう中でやってきました。でそれを引き継いだ運輸省ですね、加藤国交省、非常に連携が強いと申しますか、私の印象ではむしろ主役はJTB ではないのかなと。この外国人観光客のですね、国の政策、国交省、今観光庁になりましたけども、一応国交省、観光庁もですね、旅行業界ににらみを利かす、そういう省庁ではあるんですけども、その中の役人の方々はですね、もう早い方はもう3ヶ月ぐらい、長くても2年ぐらいでコロコロやり担当は変わります。そうしますと長期的にこの外人観光客についてですね、対応しているところはどこかというと、JTB を筆頭としたですね、大手旅行会社、それから注目をしてきたという意味ではですね、34年間この通訳案内士業界をずっと見つめてきました、私上山、毎日毎日この業界について見てきた、考えてきた、私だと思っております。はい、すいません。そういう国交省で、この国交省、役所ですね、で霞が関に入る時には、キャリア軍もあれば、ノンキャリア軍もあるんですけども、それぞれにいろんな抱負を持って入ってきます。しばらくやはり勤めますと、定年退職後、霞が関を離れた後のことがやはり気になってきます。これは当然のことなんですね。と、なかなか天下りということも世間で注目されるようになってきましたけど、依然としてやはり役人の皆さんのやはり将来についてのですね、希望と申しますか、やはりそれはやっぱり退職、霞が関を離れた後もできれば安穏な生活が送りたいと、これもまたある意味、当然と言っていいかどうか分かりませんけど、お役人、役所におられる方はそういうふうに考えるだろうと。国交省あるいは観光庁の皆さんにとってはですね、やはり
JTB という1兆円を超える売上高のですね、巨大企業というのは、本当に数多くの、関連会社、子会社がございますので、本当に天下りの、巣窟のようなところだと思います。それなりにやはり魅力がある企業ですから、現役時代に JTB に弓を引くようなことはできません。またそういうことをした先輩もいない。もしそういう方がいればすぐに霞が関から排除されますから。ですから、一応国交省観光庁が主導という形にはなっていても、この政策については、でも実際はですね、JTB が後ろで糸を引いていると。そして役人の方も、将来、ひょっとしたら JTB のお世話になるかもわからないという、こういう構造の中でですね、JTB の意向を受けて、国交省がこの通訳案内士資格あるいは制度についてですね、どういうことをしてきたのかと、こういうお話になろうかと思います。はい。